はい、こちらですね、湯上がり娘の、種まきが終わって、先ほど覆土、土をかぶせる作業が、完了しました。で、次が最後に、このままビニールをかぶせてしまうと蒸発してしまって、ここの種をまいたところが乾燥してしまいますので、その蒸発を抑えるために鎮圧ですね、土を押し固める作業を行います。先ほどの溝を切る、種をまくための溝を切るものはこのような冷気を使いましたが、次鎮圧するものは、まあいろいろ鎮圧するものは何でも構わないです。で、うちの方では今度はこの溝がないタイプですね、アルミの整地板、これも、田んぼの、田植えなどに使うものなんですが、こちらでこの面でですね、押して、鎮圧をしていきます。結構強めに押しちゃって大丈夫です。こんな感じでですね、見てわかると思うんですけれども、表面が押し固められました。こうやって押し固めない場合ですね、この辺りはまだ、押し固めてないとこなんですけれども、指で触ってみると、簡単に崩れてしまいます。こういうところというものは蒸発が、畑に含まれている水分が乾燥しやすいですね。そうするとせっかく種をまいたのに水分がないと発芽不良を起こしてしまう。それを防ぐために今冷気を使って上から土を押さえた鎮圧作業をしたわけですね。で、鎮圧したところは指で押してもこう崩れないです。このようにして固めてあげることによって水分の蒸発を、保ってあげるんですね。で、一つポイントなんですが、うちの方では使いませんけれども、もみ殻、稲作をしている方ですね、お米を栽培している方でもみ殻がある方は、この鎮圧をした後にもみ殻を上に振っておくと、さらに水分の蒸発を防止することができますので、それを使うこともいいと思います。またもみ殻などは結構いろいろな、菌対資材として、有効利用もできる資材になりますので、もみ殻を振ることによって、この苗の病気を防ぐこともいろいろつながります。ということで、次はですね、ハシュが終わって覆土、鎮圧が終わりましたので、次はビニールトンネル掛けですね、アーチパイプを使ったビニールトンネル掛け作業を行いたいと思います。あとそれからですね、今からこのトンネルビニール掛け、ビニールといっても今回も有楽というノーポリを使用しますが、作業をする前に、こちらの資材の紹介ですね。今このように風呂敷状に畳んでありますが、こちらがいつも、僕が、使用している、有楽換気、換気ができる4つ穴が開いている、厚みが 0.075mm の、ノーポリになります。で、これが、紐をですね、押さえる、鉄の杭ですね、長さが45センチあります。で、こちらの白い、こちらが、アーチ状に曲げられる、トンネル用の支柱ですね、二等ポールですね、こちらの長さが、2メートル40センチあります。で、これはちなみに3月いっぱいで販売中止になりまして、今各種苗店さんや、資材屋さん、ホームセンターなどで在庫がある分しか確保ができて販売できてませんので、これが必要な方はお早めに購入してみてください。で、こちらが最後に、こちらがですね、鉄でできた交換パイプの厚みが 13mm ですね、アーチパイプになります。トンネルパイプ用ですね、トンネル掛けする専用のパイプになります。これはもともとは直管パイプで、長さが2メートル40センチでしたが、
これはすでに加工、曲げて加工してあるものを資材屋さんの方で購入したので、こんな感じになっております。じゃあ、これの取り付け作業というか作業を進めていきたいと思います。
はい、今こちらですね、ユーラックの、ノーポリですね、張り終えることができました。で、視聴者さんの方で前回ですねコメントいただいたことがありましたので、今回ちょっとご紹介したいと思いますが、このユーラック、ノーポリとノービも両方そうなんですが、一番奥と手前の、ビニールノーポリの留め方ですね、それがちょっと手元がわからないという、やり方が教えてくださいということがあったので、今日ついでに教えたいと思います。今止まっている感じが、こんな感じで、とても分かりづらかったと思うんですが、一度ここ手前側ですね、止め方一回外してみたいと思います。まあ、このように力相当入れないと外れないので結構頑丈です。一回設置してしまえば風でどんなに煽られても外れることはないやり方をお教えします。まず奥の方からビニールを張ってきて、で、ここまで最後来ました。でここの止め方がわからないんですね。で、止める前にまず先ほど言ったこの紐を止める用の鉄でできたこの杭ですね、まあ、うちの方で45センチありますが、まあ、これは止める長さは、まあ、最低でも40センチあれば十分です。あまり長すぎるとさせなくなってしまいますので、うちでは45センチ使用した、これを2本まず用意してください。すぐ手が届くとこに2本ですね。で、両脇のこのビニールの裾を、手繰り寄せて、まずここで片手で掴めるようにします。絞ってあげるんですね。で気持ち引っ張ります。引っ張って、ここのパイプの裾がたるまないようにこうだんだん絞ってあげるんですね。引っ張りながら絞って、でここで杭で止めるわけなんですが、ここが厚みがビニールがゴワゴワしているので止めづらいので、ここをねじって細くしてあげます。これはどちら向きでも大丈夫です。このように絞るとここが指が簡単に回るぐらい、細くなりますので、そうなったらまずこの1本目の杭を左側から斜め45度気持ち意識して、こうですね、これを上からグッと刺します。で、ある程度刺さったらここのフック状になっているところに先ほど絞った、このビニールのポリをぐるっと一巻きですね巻いてあげます。こんな感じですね。ぐるっと一巻きさせたら、先ほど刺した杭を下までグッと押し込みます。でこれ1本だけでは元に戻ってしまいますので、2本目の杭今度は逆右側から、刺してずっとですね、同じように刺して、今度はこのくの字を反対側ですね、先ほどはくの字がこっちでしたが、今度はくの字をこっち側に向けて杭を押して、固定してあげます。で最後にちょっと硬いので足で踏みつければこれで完成ですね。これでどんなに大風が吹いてもこれ抜けません。ビクともしないですね。これが、奥と手前側の、押さえになります。またちょっと紹介忘れましたが、次は、ここのトンネルパイプの、鉄の13ミリのパイプですね。で、ところどころにニトポールが入ってるんですが、この、ユーラックと書いてある文字がこの中心の芯が紐で押さえただけではどちらかにずれてしまいますので、そのビニールをずれるのを防止するために13ミリのパッカーで、ここを留めます。まあ、これは全国共通だと思うんですが、13ミリのパイプを留めるのは多分黄色い感じの色してると思います。これがパッカーです。でこのまま直にやってしまうと、ここのプラスチックがここを傷めてして穴開いてしまいますので、ビニールは何年でも使えますから、長く持たせるために、まあ、このように肥やしの袋を
パッカーよりも一回り大きくカットしたものを一回食わせてからこのように止めてください。でここで止めたいことによって横から風が吹いてもここの文字は畝に対して中心を保ったままになります。これをところどころ刺した13ミリのトンネルの支柱に止めていきます。はい、これで完了です。次は紐ですね。これだけでは風に飛ばされてしまいます。これあくまでも中心、ビニールの中心を維持するためだけのものであって、今度は大風が吹いた時にこのノーポリが剥がされないように紐で、止めたいと思います。はい、今度は、ビニール紐で止める作業ですね。こちらは昨年使用したものを撤去して捨てずに、このようにボール状にして巻き取っておいたものを使用します。この杭を斜め45度に刺すと抜けづらいですね。はい、これで一通りですね。湯上がり娘の、種の葉種とビニール、まあ、ノーポリですけどノーポリの、トンネル掛け作業が、完了しました。これで約育苗期間が1ヶ月ぐらいになりますが、このまま放置しておいてで、今ちょうど2月3月ですね、頭になりましたので4月の暖かい時期になったら、ある程度の苗を大きさになってから、それを引き抜いて、今度移植をするわけですね。こちらの方の大きい畑の方に、きちんとビニールを張ってで、株間と上間を、ぴったり合わせて今度は植え穴に合わせて葉を、定植をしていくわけです。それでじゃあ今寒いからまだちょっと早いから暖かくなってからやった方がいいんじゃないかって、そうですね、まあその方が、無難だと思います。で、私たちは、こちらの方で、作物を育てて、まあ、直売所やレストランですね、販売で卸しております。でそこで野菜が、市場に出回る前の、貴重な時期ですね、まだ旬の走りの時期に、出荷をすることによって、高利益を得るために人より早く、このような作型をして、行っているわけです。で家庭菜園でもやはり今ブームですから、他の家庭菜園やられている方と比べて、人より先に、お裾分けをしたいとか、家族で食べたいとかいらっしゃる方も徐々に増えてきました。
ということで、今回はこのように、少しですね、まだ早いんですが、この路地でも、育苗苗を育てることができる、このようなハウスを持っていなくても路地でもトンネルビニール支柱を使えば、小さいスペースでも、路地でも苗が育てる作れるんだということを、お教えしたくて、今回この動画を撮影してます。最後にですね、確認ですね、またちょっと長い動画になってしまうと思いますが、種をまいて巻き終わってから、使った、資材ですね、まずこちら最初に使った交換パイプが13ミリのアーチトンネル用パイプですね。で、ところどころ入っている白いものが240センチの長さが、ガラス製ファイバーでできた、ニトポールというものです。丸いタイプのものもありますが、どちらかといえば角型の方が、風に対して強いです。で、このビニールの芯を、ノーポリの芯を、抑える防止ですね、ずれる防止をやったのがこのパッカーですね。13ミリ用のパッカーで肥やしの袋で、破れ防止をしました。で、最後にこのビニールが飛ばされないように使ったのが、この白い紐ですね。そしてその杭、紐を押さえる杭ですね。こんな感じで、今一連の作業を行い、これで1ヶ月ほどすれば大丈夫です。一つだけ、もう一つ最後にポイントですね。この今使っているのはノーポリとノー、ノーポリなんですけれども、農業用ビニールというものもありますが、どちらでも大丈夫です。うちの方は、比較的この耐久性のある、1箇所穴が開いてもピーッと裂けづらいノーポリというものを使用しています。ただ厚みはまだ寒いので 0.075 ミリを使用した方がいいと思います。で、ここの穴ですね、これは換気しなくても、自然換気ができるように、両側に2個ずつ穴が開いているものなんですが、この穴が開いていると夜寒いんじゃないかと勘違いされる。ここの穴に霜が入り込んで中の、ものが、当該を受けてしまうんじゃないかと心配される方がいますが、この穴に関しては開いていようが開いてまいが、全く夜の夜温に影響することは、ありません。日中の換気ができるかできないかという穴だけであって、夜は問題なく使用できますので、安心して、これを使いたい方は使ってみてください。ということで、今日は湯上がり娘ですねの種まきの、動画になりました。いつもご視聴いただきありがとうございます。またよろしくお願いします。